白波を立てて砂浜へ向けて押し寄せているのが確認できます。2011年3月11日に発生した東日本大震災、マグニチュード 9.0 という地震の揺れと津波が1万5000人を超える命、そして財産などを奪い去りました。しかしこの未曾有の災害に匹敵するとも予想されている、いわば西日本大震災が確実に近い将来起きるんです。それが100年周期で起きる南海トラフ巨大地震。国は今後30年で 70% から80% の確率で発生すると予想しています。しかし気になるのは具体的な発生する時期。西暦2030年から40年、この間に確実に起きるというふうに考えています。2030年から2040年に確実に起きる、こう予測するのは地震研究の第一人者、京都大学大学院の鎌田博樹教授です。その根拠は、プレートが押して日本列島が沈み込むんだけど、地震のたびにボンと跳ね返るんですね。このリバウンド隆起を使えば未来が予測できると。南海トラフで起きる地震はフィリピン海プレートにつられ沈み込んだユーラシアプレートが跳ね返り、強い揺れと津波が発生する仕組み。リバウンド隆起とは、このプレートが跳ね返る現象のことです。鎌田教授の研究グループはそこにある規則性を見出しました。跳ね返った量が多いとですね、巨大地震が起きる時期がないんですね。量が少ないと早く来ると、そういう法則があるんです。その将来の地震を予測するデータは、高知県室戸市にある室津港のもの。かつて海上交通の要衝として栄えた港では、古くから先人が水深を記録していました。南海トラフ地震の後では船が出入りできなくなるほど港が浅くなったといいます。この記録で着目するのは、過去3度の南海トラフ地震による地盤の隆起量。1707年の宝永地震は 1.8 メートル、その147年後の1854年に起きた安政地震は 1.2 メートル、その92年後、1946年の昭和南海地震では 1.15 メートルでした。そしてこの 1.8 メートルと147年後の点、 1.2 メートルと92年後の点にそれぞれ引いた線、ほぼ平行になるんです。これは同じ速度で地盤が沈み込んでいることを意味します。この平行線を昭和南海地震にも適用すれば、次に発生する時期は、未来も同じようなことが起きると考えると、ちょうど2035年という年代が出るんですね。そこに誤差を5年前後考え、2030年から2040年の間を導き出したといいます。また東日本大震災の後、国の中央防災会議のメンバーになり、将来の南海トラフ地震の想定作りに取り組んだ専門家は、で現在が前回の地震から75年経ってますから、特に前回の地震は非常に小さかったということで、それほど大きな力をこう解放してないんですね。だから早ければ、まあ、80年90年ぐらいできてしまうと。こう予測するのは、高知大学の地質学者、岡村誠名誉教授。最初に示した根拠は、前回1946年の昭和南海地震の規模が小さいこと。沈み込んだプレートが完全に跳ね返らなかった分、次のリバウンドが早まると予想します。実は南海地震は90年より短い間隔で起こった記録は見つかっていません。しかし警戒を怠ってはいけません。そしてもう一つは、内陸型地震の増加です。ちょうど四国を
こうぐるっと取り囲むように北側の方でいわゆる内陸の直下型地震が活発化してきているということは事実ですね。日本列島が活動期に入ったのは1995年の阪神・淡路大震災以降。実はこれまでの研究で南海トラフ地震が起きるおよそ40年ほど前から日本の内陸部で地震が増加する現象が判明しています。阪神・淡路大震災以降内陸部で起きたのは2004年の新潟県中越地震や2016年の熊本地震、2018年の北海道胆振東部地震など。県内でも近い将来マグニチュード7クラスの直下型地震が発生する恐れを指摘しています。これらの分析を総合すれば2025年頃からイエローゾーンに入り2030年代には発生する予想になるんです。この南海トラフ地震で予想されているのは南海、東南海、東海の3つのエリアが連動する巨大地震。そのマグニチュードは東日本大震災を超える9.1 とも言われます。愛媛はほとんどの地域で震度6弱以上、最大で震度7に。津波は宇和海沿岸で9メートル以上、瀬戸内側で3メートル以上の予想。また死者は16,032人、建物の全壊は243,628棟という被害が想定されています。この未曾有の災害にやはり欠かせないのは事前の備えです。から10年後からですね、南海トラフ地震のスタンバイ状態になるわけですね。でも10年あれば準備ができるわけです。将来も来ないんだろうではなくて、経験できない時間が長ければ長いほどすぐそこに近まっているということを四国に住んでる私たちは考えておかなければならないなと思ってます。